これが電磁ハンマーになってまして、1秒間に4回。1秒間に4回。はい。自動で打診します。はい。で、これは向きによってもですね、ランジャーが上向きですと、ランジャーの自重で、重力で下がってしまいます。で、下向きだと逆に降りてしまいます。で、それをランジャーの位置を中のセンサーが検出して、はい、どの向きでも、一定の力を与えるように制御をかけてますので、この中にリチウムイオン電池が入っておりまして、約2時間、この小型なサイズで2時間駆動させることができまして。